はようございます、釣り子 TV です。先日のね、雨の時にこんな感じで、最近手に入れたね、最新のルアー、これをね、いろいろ試してきたんで、まずはこちらをご覧ください。今勝のレイジースイマー、これをちょっと試してみたくて来てみましたよね。アユから、まあアユはいるかいないか、多分いないと思うけど、このシルエットと、ね、存在感で騙せないかなということで、じゃあちょっと投げてみます。おっしゃ、食った。ギルロイドミニにか、ああバレた。よし、語り出したらバレた。うわ、針伸ばされ。針伸ばされ、うわ。マジか、今でかかったのかな。レイジースイマーからミニに変えたら、なんか見に来て食わなかったバスが一瞬で食いました。うわ、今食う瞬間見えたな。ちょっと針直さないで、そのまま行き。レイジースイマーでなんかふわーってついてくるなーってのが目視できて、それでミニちょんちょんってやったらガバーって、小型食わせのフラットサイドクランクって感じですね。これでリップ付きバージョンでちょっと沈めて、水中でこうアクションアクションって感じで誘ってみてます。
ブルスライド、ジグのトレーラーにしてっちゅうのは釣れたんですけど、肝心のバックスライドセッティングでまだ釣ったことがなかったんで、これでねカバーに滑り込まして狙っていきたいと思います。もう投げやすいな。カエルも鳴いてるし良さそう。おっしゃ、おー、一投目で来た。おほほ、すごいね。いたよ。何投げても食わなかったのに。おー、
一投目ドラッグウィップ。はい、ドラッグウィップね、一投目すぐ食ったよ。結構ね、いろいろ投げたんだけど釣れなくてどうかなと思って猫リグにしてね、投げてみました。いやー、いいね、ドラッグウィップ。はい、で、道具はね、メガバスのサラトガにシマノのコンプレックスの古いやつ、こんな組み合わせで食いました。ドラッグウィープフィッシュ、イエイ。こんな感じでね、カバー猫のセッティング、エンジンのね、スーペリオのカバー猫用のフックに、ドラッグウィップ、この組み合わせで魚いんのかなーってね、これに変えて1投目速攻で食ってくれました。結構ね、でっかいルアーばっか投げてて、あれバスいないのかなーなんて思ってね、変えての1投目だったんでいい感じでしたよ。もう糸がビビビビビってね、見たらもう走ってた。猫リグの進化は 1.3g を入れて、ちょっとね、今雨で流れが出ているので、その流れに負けきらないようにというか、ドリフトさせつつ、でもちゃんと下にも入れてもらいつつっていう、そんな感じで 1.3g を入れて、ちょっと入れてみてます。いるはいるんだな。ユーマ詰めになったらなんか派手な釣りで釣れないかな。今ちょうどお昼過ぎぐらいなんでね、天気は抜群なんだけど、なかなか釣れないなと思って、で、カバー猫なセッティングのルアーを入れてみております。おっしゃ、ああ、食うね。今もなんかグググって来たよ。おっしゃ、おお、ドラッグウィープ。おー、釣れるね、これね。はい、2匹目。わあ。うわ、はい、引き続きのドラッグウィープフィッシュ。
いやいいね、このルアーに変えてからポコポコ釣れるようになってきましたよ。歯がねゴリゴリでね、すごいね餌を追ってる感じのいいバス。サイズはね小ぶりだけど楽しめております。ドラッグウィップ2匹目、引き続きサラトガニコンプレックス P ラインの組み合わせでございます。いやこれ釣れんね。ミミズプラスって色だったかな。引き続きちょっと投げてみます。イエーイ。はい、というわけで帰ってきました。時系列順に見ていくと、まずですねこれ今カツのですねレイジースイマー、これ効くんじゃないかなと思ってね、春に効くルアーだし、あと雨でね魚も上ずってそうだしっていうことでね、これ早速投げてきてみたんですけども、釣ることはできなかったんですけども、結構ねキャストしてる時に巨大なバスがね下からふわーっとね浮き上がって、見に来る、そんなシーンはね、いくつも見ることができて、まあ、ちょっとね雨でパチパチなっててなかなか画面には映って、いなかったんで、まあなんだろう、その後の展開のちょっと前ですね、ブッシュみたいなところに投げてたら結構ね毎頭ごとにふわっふわってね魚が見に来て、あーなんだろう魚、いるんだないるんだなっていう、そういう確認にはね、今回すごい役に立ってくれて、であとはねタイミングとか、あとはこれスプリットにしたそのダートとかね、いろいろ食わせの技があるかもしれないんですが、今回はねこれでね、釣ることはできなかったんですね。ただ魚がいるのかないないのかななんていうチェックにね、このプリ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 ってね動くテールでこう浮かべとくだけでね、魚がクワワワワンなんて言ってね、見に来てくれたんで、非常にね役に立ってくれました。で、その後の展開としてこれね、ギルロイドミニね、実はね先日ね違う釣りの時にもうね魚はね釣り上げていたんですけど、まだねちょっと動画これから編集するんですけども、すごいね魚、これも浮かせて食いつかせるのすごいなーなんて思って、このレイジースイマーで魚がいるのをチェックした後にこれ投げてみたんですね。そうしたところね、もうすぐにね魚が湧いてきてパクってね加えてくれて、ただね中でもねやってましたけどね、フックが伸びてねバラしちゃったんですよね。これ結構言ってもね、このサイズにしては結構大きめのフックが搭載されているんでね、これ安心だろうと思ってたんですけど、やっぱりねギル食いバスね、想定よりねパワフルで大きな魚が食いついてくるんだなぁなんていうのにね気づいたというか、まあ感じたというかですね、これだってこのボディサイズに対してこのフックはね必要十分っていうか、まあこのフックがあってもね、このボディ形状とブーステールの威力かねバコってね食いついてくれるんですけどね、今回は残念ながらちょっとねフックセットがうまくいかず、針伸ばされちゃいっていうことで、ちょっとフッ素加工のもう一段階太軸の針にね変えてみようかなとか、あとはまあタックルセッティングが普段使ってるちょっと柔らかめで乗せにかかる竿より、まあジグとかで使えるようなね固めの竿でゴリゴリっていう感じで使っていたんで、まあちょっとタックルセッティングをもうちょっと煮詰めていこうか、はたまたフックを変えようかなとかね、そんな感じで、ただね魚を沸かせて食わせる能力っていうのはねもうねすごいなっていうね、これはねありですよ結構ね、最近投げているんで、実際に、魚を釣り上げてるなんていう動画もね近日中にこう編集が完了したらアップしていこうと思うんで、引き続きっていうことで、で、今回活躍してくれたのがこれ、最近手に入れたですねサニーブロスの、ドラッグウィップ 3.8 っていうね、でミミズプラスっていうカラーなんですけども、これのネコリグセッティングですね、せっかくもらったしどんな感じかちょっと使ってみようと思ってね、はい、こんな感じのルアーですね。こうテールがですね二股に分かれていて、であとボディの方にはねこんな感じの細かいリブが入っていてっていうね、
こういうワームなんですけども、どうやって使うんだろうと思ってね、まあノーシンカーで使うのかなとか、はたまたテキサスの部にするのかなとか、自分の中ではね、小さめのチャターベイトのトレーラーにつけたらどうかななんて思って持っていったんですけども、案外ね、その朝市のまあこういう派手なルアーに反応があった時間を過ぎたらね、結構チーンとね、何にも釣れなくなっちゃったんですよね。魚も見に来なくなっちゃったし、反応しないしっていうことで、まあ具体的にはもう 3,4 時間、ノーバイト、魚のよりもなしっていう状況になっちゃって、これは参ったなっていうことで、こういうライトリグのワームを試してみたっていうね、そういう流れだったんですけども、で今回ポイントはですね、こんな感じの、これ小森さん開発のですね、エンジンのスーペリフックの CN フックっていう、これカバーネコリグ用の針なんですけども、これをね、買ってきていたんで、あ、この針どんな感じなのかなっていうことで、ネコリグセッティングにして、それでもってね、釣りをしてみたっていう次第なんですね。で、ね、これちょっと出してみますけども、非常に使いやすかったんで、こういう、ね、いろいろネコリグ用の針って各社出てると思いますけど、こんな感じね、結構複雑な形というか部品がいっぱいついてるなっていうことで、これにねアイデア満載だと思うんですけど、こうが見やすいかな。まずね、針はこうフッ素加工していて、ちょっとねパワフルな、この軸線にしてはスッっていう感じでね、フッキングに持ち込めるっていう、今回ね釣り上げたバスが小型のバスだったんで、それをさらに感じることができて、通常だとあのぐらいのバスだと下手したらね、針先ちょこんって乗っかるぐらいで貫けないかなっていうね、あの魚のボディの重さが軽いんで、ある程度ね魚に重量があればズズズズって魚の重さも利用してフッキングで決まりやすいんだと思うんですけども、まあ、ただカバーに入れていくから、太軸にしたいよねっていうところと、ね、そこででも刺さりがね、いい感じじゃないと、まあ、例えば柔らかめの竿とか、今回スピニングタックルで使ったんですけども、この返しのところまで貫けないよってなっちゃうと、なかなかバレの原因になったりするかと思うんですけども、これはねまずフッ素加工してツルンツルンだから、非常にね、刺さりが良かったなっていうところと、あとはねこの特殊な形状なんでね、どうリグったらいいのかなっていう感じだと思うんで、まあ実際に今1個ね、試しにリグってみようと思いますが、まああと使ってる時はこの水ベルね、これによってこう猫リグってこう上げてくる時にこうくる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 って上がってきたりして、糸よれの原因になったりすると思うんですけども、こういうね細かいこう水ベルなんかを追加してくれてることによって非常に使いやすかったよ。あとはこのワームのズレ防止な感じのこの部材ですね、これがあることによって非常に、なんだろう、ズレなくストレスなくね使い切れたなっていうことで、でじゃあちょっと実際にリグっていきますかね。この上の方に自分はどちらかっていうと結構上寄りですね、の真ん中を目指してブスッとね、こう刺して、抜き刺してね、こう抜き刺していって、これブリーンと一回、反対側から抜き切って、このワームのズレ防止のやつをピローンとね出す、でここのどこら辺から出すかなっていうガイドラインをよく見ておいて、スッと刺して抜き刺す、でこんな感じね、見えますかね、こういう感じね、はい、これで、ちょっと分かりやすいようにリグに針先隠すぐらいにしますけど、ここね抜き刺さないで、こっちの針先をちょっとこのボディのところにね、しまい込んでおくね、でフッキング
ングした時にはこの針先が露出してこう出てくるよっていうこんな感じですけども、よりカバーを攻める時はここの針先をちょっとこう埋め気味でギリギリ出ないぐらいにセッティングしておく、こんな感じのねセッティングにして、それでもって、はい、でこの頭のところにねネイルシンカーを入れる穴っぽこう、まあ、こういう爪楊枝とか針先等で、開けてね、おいでこういう好きなねシンカーを今回はね、1.3g ほどのものを使ったんですけども、はい、実際に使うときはね、この重り中まで全部入れちゃうんですけど、見えやすいようにちょっと先端出てますけど、こんな感じ、ね、こういう感じのセッティングで、で、投げて、あとはもうふわふわね、ちょこ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 やってたら、この手がね、ボディの、ブルルンって動きについてってポワーンポワーンっていう感じでね、すごいね、アピールし続けてくれるっていうね、そういう感じだったですね。で、あとね、水中動画とかでね、見たらこの、リブがすごい空気をはらんで入れてこうポンって最初落ちた時にパワーンパワーンっていう感じでね、泡が出るんですよね。そんな、泡のアピールと、あとはこの手ね、ここら辺がね、パワーンって感じでね、常にアピールし続けてくれて、で、引っかかりも少なくね、結構ね、ややこしいカバーの中に入れてみたんですけども、まあ、根掛かりによるロストはなくですね、パーンパーンって感じでね、誘っていたら魚の方がね、すごいよく反応してくれたっていうことで、はい、釣ったタックルのとこで言うとこういう感じの、スーペリオのフックと、先日手に入れたですねこういう、ドラッグウィープね、ここら辺が活躍してくれたっていうことでね、メーカーの人がおすすめだよって言ってたミミズプラスっていうのをね、これねもう早速連れてくれたんでいきなりお気に入りになっちゃったんですけども、はい、というわけでなんとかね坊主の日が少なくなってきたな、徐々に釣れるような季節が多くなってきたなっていうことで、まあ、こんな感じでね、いろいろとタックルを使ってみました。またチャンスがあったらね釣り場に通っていろいろなねタイミングで使ってみたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、最近手に入れたね、今カツとかサニーブロスとかね、そんな感じの、最新ルアーで、釣りをしてみたところ楽しく釣りができたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。